恋、みんな知ってる？僕は恋したいですね。やっていきます。このゲームさ、俺ビビってんけど、これ5000円すんねんな。これさ、5000円してさ、ゲオで俺もうなんかもう立ち止まってもたのな、仁王立ちして、これ5000円すんのと思って。俺5000円するゲームしようとしてんの？ギャルゲーで5000円と思って。俺ギャルゲーの相場知らんからさ、結構5000円でさ、結構、その、一歩引いてんけど、いやでもやろうと思って。ジャッジ辛いよ、今日、みんな。正直言うと。正直言うと、俺今日マジジャッジ辛いぜ。だから、もう、そんじょそこらのことじゃ、全然ビクともせんと思うわ。ねえねえ、ちゃん、なになにちゃん、キスしよう。おほほーおほほー納得の5000円。もう5000円回収したね。ほら、で、週刊誌でも立ち読みしてから。声優がいい。まだね。まだ5000円では足りてないけどな。言っとくけどな。声優がいいね。今聞いたみたい。そっくん、そっくんだよね。なるほど。わかりました。かなちゃんシーバーあんの？かなちゃん、おかえり。俺はお母さんの方が好きじゃん。かなちゃんのお母さんやろ、これ絶対。お姉ちゃんか。俺はお姉ちゃんの方が好きね。はい。そうくんにでもあったのかな。お見通しですね。お姉ちゃん、なんでわかったの？お見通しなんよ。お姉ちゃんは何でもお姉ちゃん。びっくりした？何を隠そう、お姉ちゃんは超能力者だったのに。そうなんです。お姉ちゃんはファンタスティック4なんですよ。そういうのはいいから。どうして、どうして、かなちゃんノリ悪い。おいおい、お姉ちゃん欲しいわ。いやーお姉ちゃん、昨日お姉ちゃん会いたいね。アイス、アイス。おい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 、どうしたの、お姉ちゃん。おい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 、もうパイの4乗か。うん、かなちゃんいくらびっくりしたからってゆっくりしすぎ。アイスが溶けて牛乳になっちゃってる。でももったいないから舐めちゃう。お姉ちゃん、お姉ちゃん、これで結構美味しいかな。お姉ちゃん、もう5000円いいです。すいません、もうごめんなさい、キーボしてきた、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、キーボしてきた。それじゃあ立石くん、自己紹介をお願いね。あ、わかりました。立石そうです。数年前にこちらに住んでましたが、親の都合で戻ってきました。そうですね。姓は立石生掃除。このクラス仕切りに来ました。てっぺん誰？てっぺん目指して飛んでやる。クローズや！おれ！すいません。恋愛のやつでした。ギャルゲーでした。すいません。ヤンキー漫画じゃなかった？ごめん。背中を押され、いつがやさんが俺の前に姿を現した。あ、いつか、いつかさ、昨日はどうも。うん、どうも。おほほーい。こっちに帰ってきてたの知らなかったから、びっくりしちゃった。寄せるな。寄せるな。ひらめっこしてどうした？あ、レーン。掃除もやってんだ。レーン。レーン。いつでもどこでも友達とコミュニケーション取れるという、フレック。込みのスマホアプリだ。 LINE ね。 LINE ですか。つってもフレンドほとんどいない。フレンドって言うてる、こいつ生粋のゲーマーや。こいつは生粋のゲーマーや。 LINE の友達のことフレンドって言うてんねんけど、こいつ。おえ、放課後を迎える、ね、やっと放課後です。うちの学園どうだった？いや、お前がおるだけで俺は幸せやわ。ゆえ、ゆえ掃除、そのまま伝えろ。知り合いが多かったおかげでぼっちにならずに済んだのは助かったよ。そんなそうくんにプレゼント。おお、はい、なに、なに、いつかやさんにおさらさんは黒い表紙の学級日誌だ。今週は私が就職だったんだけど、はい、来週からは私と立石くんが就職よ。なんでお前って、そうだっけ、興味ないね、お前おっぱいちっちゃいさに。
ぱいちっちゃいその興味ない。なんでお前とやねん、俺、かなちゃんがいいに。手前のテニスコートで激しいラリーの応酬をしている二人の女子。来たさきちゃん。え、さきちゃん胸、さきちゃん胸、うちの委員長の双葉さんな。彼女、テニス部だよ。もう一人は、おめでとう、アドハセよ、お姉ちゃん、アドハセよ。ごめんね、そうくんまで来るなんて聞いてなくて。制服もいいけど私服もいいね。入念に洗っとんね。二人が来るって知ってるのに。だからや。いつがやさんがそうぼやいた瞬間、部屋のドアが開き、早姉が姿を現し、みんな、絶対タオルで出てくる。俺は、その覚悟で見ますよ。次ボタン押すからね。絶対タオル巻いて出てくる。くん、まゆちゃん、いらっしゃい。うわしっとりと濡れた髪、汗ばんだ肌、凹凸の発見してる、バスタオルに包まれた体って、ちょい、お姉ちゃん、なんて格好で出てきてるの。ちょ、ごめん、 おにぎり食うわ、みんな。ごめん、ちょ、一回おにぎり食う。待ってたよね、みんな。このシーンを待ってたよね。ここに負けて早姉が引っ返そうとしたその時だった。何みんな呼んで、みんな呼んで、自分で。早姉の体を包んでいたバスタオルの端がドアム、ダン、ド、ド、ドアノブにごめん、動揺がね、すごい、ドアノブに引っかかった。わお、わお、パラリと。ハヤレンのボリュームにも屈したのか、胸の前で止めていたタオルがはだけて、真っ白な肌、豊かな盛り上がり。そして、お山の頂点にある淡い桃色の、お姉ちゃん、隠して。失礼しました。すぐ着替えてくるね。リップキス最高。